このバッグをずっと見てたんですが、あの当然ながらお弁当が入っているものだと食べ物かと思ってたら、これはすごいです。これはもう向こうの、ね、子供も喜ぶと思いますね。重い。こちら総社市市役所の前に来ております。はい、今日はこちらね、たくさんの文房具なんですけど、こちらを総社市の市長さんにお渡しに来ました。今日持っていくその寄付される場所なんですけど、アフリカのギニアの子どもたちに寄付されるっていう予定になっていて、じゃあ行きたいと思います。市長室に向かいます。初めて市長室っていうところに入るの、岡山市でも入ったことないよ。よいしょ。よいしょ。これですね。キリアル三共和国の伝統的な技術だ。すごい。私たちは今日ここにね、寄付するための文房具を持っていきます。おばあのいい香りが。うん、おばあのいい香りしてる。なんかソロでいる、なんかあのなんだろう、あの五月人形。え？おひな祭り。すごいよ、ここにもここにも。ここにも花、まさに両手に花。そう、両手に花。緊張しないですか？緊張。なんか面接みたいな感じ、今。こんなことないもんね。うん、本当にちょっとドキュメントみたいな。でも、こうありがとうございます。
も撮っても大丈夫ですかね。ああ大丈夫、あ、大丈夫です。すいません。じゃあ失礼しまーす。おー、初めての視聴室。いやー本当に今日はありがとうございます。いや本当にありがとうございます。いや、いつかコンサートで。そうですね、こたつ100個ライブがあった時に。もうこたつね、本当に寒かったですね。そうね、寒かったですよね、はい、でもすごい100個並べてやるライブがあって、でその時もあとは木遊びっていう着物を着て、あ、はいはい、そうじゃそうじゃ、はい、そうじゃそうじゃ、はい、そこでやるね、あのライブも半年に1回ぐらい掃除に毎回来させていただいてたり、なのでまあ皆さんのすごいです、ね、お気持ちを頂戴して持ってきました。すごいね。あ、これあのギニアビサンの子供たちの、ね、そうです、はい。で、あのこの企画というか、あの取り組みは結構もうそろそろ重いんじゃないですか。大丈夫です。筋トレルーム。筋トレですか。筋トレ、ちょっと筋トレで。これは何なんですかね。これは鉛筆です。あ、HB のなんか動物の絵が、動物だったかな、ちょっと可愛い絵が描いた鉛筆。なるほどね。カラフルペンシル。そう、カラフルペンシルです。カラフルペンシルです。カラフルペンシル。カラフルペンシル。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 HB。2B とかだったね。そうですね。で、一番濃いこうデッサンが 6B。6B。あ、懐かしい。小学校。これは HB のペンシル。これは。ノートブック。はい、でギニアビサウという国は、はい、うんうん、アフリカがこういうふうにあると、はいはいはい、ここハート型みたいなね、うんうん、それで左の肩あたりね、はい、ちょっとポルトガルの下あたりにねあるんだね、うんうん、それでもともと1900年代の中盤以降にまあ、独立したっていうかね、はいはいはい、ポルトガルからね、それで、あとギニアビサウの国ができて、はい、でそこで、まあ、大統領制で、大統領ができるんだけど、それをクーデターでやっつけたり、うん、また次の政権が出て、でそうすると人口が増えないね。で人口が192万、ちょうど岡山県と一緒なんですね、うん、それでもう半分以上の子供が学校に行けない、うん、だから字が書けない、読めない、うん、まあ、これを識字率というんですが、うん、だいたい識字率が 30% 前後というふうに言われています、はい、まあ、そういう子供たちもやはりあの勉強したいしね、それから、やっぱりこう生きていくためには、うん、あの読めたり書けたりということは、ね、まあ、うん、あの必須条件だから ね、ですから、今日いただいた、ノート500じゃノートは50冊で鉛筆が530本、そして消しゴム少々少々で、これを、ギニアビサウの子供たちに ね、送りたい。活動はあの何かきっかけで、これはね、まずオリンピックのキャンプ地に、はいはい、なりますよと言って、まあ、柔道って日本とフランスとか強いね、はい、でアフリカも強い国がで、ギニアビサウの女子柔道の、はい、タシアナ・セザール選手って、うん、国民的な英雄なんですけどね、はい、まあ日本でいうとこうヤワラちゃんみたいな、ね、はいはいはい、そういう感じで、でその選手をこうキャンプ地で引き受けようと、うん、で将来的にはレスリングのね選手も2人男子、はい、
引き受けようということで、ギニアビサウの政府と、はいはい、提携を結ぶ。タシアナ・セザール選手はね、歓迎式典を総社でやった時にね、もう大歓迎って、でもう総社市民がもう小旗を打ち振ってねそれから環太平洋大学のあの、はいはい、こうなんていうの、あ、チアがあるね、チアがある、チアがある、チアがある、これ足が上がらなくなって、チアがあるとかやった時にね、はい、泣いたんですよ。へえ、感動して、うん、感動ストーリーですね。そう、それで、彼女がね、はい、僕らがその子供たちに、どうやって支援したらいいって言ったら、まあ、彼女が、じゃあ文房具ないんでね、くださいということなんで、まあ、そうやって集めて、だけど試合は1回戦1分30秒ぐらいで負けた。切ないね。まあそれがオリンピックだからね、30時間かけて1分半で負けるっていうね、まあそれもオリンピックといえばオリンピック、うん、まあそういう、まあ僕らがギニアビサを愛するきっかけはね、はい、まあそういうことに、ということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よくめちゃめちゃ分かりやすいですか。すごく分かりました、はい、まあ、そういうことで、まあ、はい、YouTube をご覧になっていらっしゃる方々、ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。そして、身の回りに、ね、はい、まだペンス、はい、ノート、はい、そういうものがあったらぜひお分け、ま、もう締め切ったんですけどね、間に合いません。今日が最終日、今日が最終日で、そうですね、あ、じゃあちょっと僕からいいですか。じゃあ、ちょっとまだあるんですよ。マジですか。実はですね、いや、なんかこれそれを持ってきた方がいいんじゃないですか。そうですね、ちょっと実はウーバーイーツだけど、ウーバーイーツ、ウーバーイーツちょっと鉛筆を、おお、Thank you very much ですね。ペンスル、There are many pencils。 これ、4キロぐらい、ちょっと本ではなくてキロで、これが消しゴムが11キロぐらいあるんですけど、マジかよ。ちょっとあっちょっと重くてさっきからこのバッグをずっと見てたんですが、当然ながらお弁当が入っているものだと食べ物かと思ってたら、これもね、多くの方々からいただいた、はい、これは私たちYouTube の方から持ってきた、重くて持ち上げられないんですけど、すごいですね、本当にもう。ということで、これが、はい、消しゴム11キロ、これすごい、これはすごいです。これはもう向こうの、ね、子供も喜ぶと思いますね。ということで、本当にありがとうございました。こんなにたくさんいただいて、はい、これですか、これ消しゴム、いけますか、大量の消しゴムですね。これはすごい、消しゴムの山だ。いろんな消しゴムがある。そうなんですよ。消しゴム、消しゴムが、消しゴムっていろいろだね。こちらもお願いします。はい、消しゴムを使わない秘訣は何でしょう。間違わなければいいんだね。はい。ということです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。教えていただいた、すごいちゃんとこの、名前が原田のどか選手って、ちゃんとこうすごいな、オリンピックのこのマークもちゃんとあって、へえ、このポスター東京2020大会ゴールドメダリストの成功を称える記念ゴールドポスター。さっき教えてもらったように、そのメダルを取ったら1箇所だけその選手がポスト
ゴールにする権利が与えられるらしくて、あのこの原田選手はここの総社市役所のポストをゴールドにしたということです。え、すごいね、初めて、いや初めて見た私ね。あの実際にあの片岡市長に会って、あのまあ私たちのね気持ちというか、あの文房具を一式直接手渡しできて本当にすごく良かったです。で、まあ、少しでもねこのね文房具がまああのリニアの子どもたちに役に立てばいいなって思いますし、まあ、こういう取り組みがあのしてるんだなっていうこともあのもちろん視聴者の人とかにも知ってもらえたらすごく良いなと思います。なので、まあ、皆さんも少しそういうのをこの動画をきっかけになんかこういろんな国のことを調べてみたりとか、まあ、そういう取り組みがあったらなんかこう少しでもねなんか協力できることがあったら皆さんもいろいろしてみていただきたいなっていうふうに思いました。はい、はい、ということで今日はすごくいい日でしたね、めちゃめちゃ、はい、はい、よかったです、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。